いって。何よ。ああ、もう、遅く。遅く。おはようございます。畠山です。ということで本日は最後の公式戦、前日になります。最後の公式戦、新潟医療福祉大学が待ってるんですけれども、今日はその前日ということで、今日もね、最高の一日にして、いい準備していきたいと思います。それでは今日一日、スタート。やるか。一応いきますか。3、2、1。朝わかるからや。心はいつだって明るくて熱いんだけどね。ルーティーンの方を、やっていきたいと思います。本日はこちら、野菜生活。いやー、ですね、こっちの野菜生活は妥協じゃないかっていう、声が、ちらほら超えてくる予想なんですけども、ですね、こちらの野菜生活、妥協です。まあまあ一旦違う世界も見てこないとさ。お見やすせっかいね。ウィーレだったらあいつがレジェンドで、これはもう本当にスタンダードぐらい、それぐらい違いますね。ほんで今日も、超熟系男子でいきたいと思います。バター普通1個のところ2個置きます。これレゴみたいになってるでしょ。これあ、分からんか。ちょっと例えダメだ。それでは着替えていきたいと思います。着替えました。よし、整えていこう。普通に前日から勝負始まっていくかな。あうわっ、超気持ちいい。何も言えねえ。反省してまーす。プレセットしていきますか。プレセット、明日に向けて。あ、ちょっと待って、今日髪切りに行くから意味ねえわ。どんなもんかなと、明日どんなもんかなと思ってセットしたけど、まあ髪切りに行く。デフォが全然違うわけ、まあ、明日は。いただきます。朝食にバターが一番うめえから。しょっぱいからうめえ。畠山の流儀、コップは使うな。いつも通り。畠山の流儀、スプーンはやっぱ使おう。どうしよう。はい、それでは練習向かっていきたいと思います。今までね、公式戦の前日カメラ回すことあんまりなかったんですけど、最後ってことでちょっと回していこうかなというふうに思います。前日練習はですね、基本的に、いろんな明日の試合の確認事だったり、調整っていう感じで、そんなに強度は高くないんですけど、明日に向けて、練習するっていう感じですね。いやー、ほんと早いですね。本当にラストです、明日。1位、そして無敗、全勝の新潟医療福祉大学。いや、なんか最後にここが残ってるっていうのは、ある意味考えさせられるというか、いやー、楽しみですね。
明日のフリーキック練習ね。最後だから全然天才やつ全然あるよ。あれだこれね、マジでやっぱキーパーの心情知ってるから伝授するわ。やばいやばいやばい、あかん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 、はい、ということで、練習終わったんですけれども、ちょっとイレギュラー生じてます。ここからやっぱすき家に行って、いつものクラブっていうルーティーンだったんですけど、今日ちょっとね、すぐミーティングがありまして、すき家行ったら間に合わないんですよね。まあ、でもやっぱり試合の中でもやっぱイレギュラーたくさんありますから、そこに対してどう対応していくか試されるよね、俺の力が。このイレギュラーに応じてパスタ作ります。いや、こっからパスタ作り出せるっていう発想すげえな。マジか。今日はですね、ボロネーゼ、ボロネーゼでいきます。お、これあれだ、有名な落合つともさんのやつだね。落合つともさん有名ですね。東京銀座のラ・ベットラだ。あー、そこか、ラ・ベットラ。懐かしい。いつも俺多めに行ってます。それでは爆速飯いただきます。こういう時間ない時はね、このパスタに限りますわ。うん、うわ、やっぱ村田勤さん作った時あるな、やっぱな。そのミートソースってよりかはボロネーゼって感じですね。やっぱボロネーゼだな。懐かしい、あの時の銀座のもうまんまだ。はい、それでは明日のゲームに向けて、ミーティング行ってきます。 Welcome to Juice Side。試合前の昼飯行きたいと思います。明日最後だよ、みんな。公式戦どうよ。最後は何かの最初である。なんか深そうなこと言ってるけど、どうなん、どうなん、青木。青木得点の代わりある明日。いや、今のところないよ。俺はピンタンする。まあ、俺も結構してるね。サイドバックの前だとキーパーの俺は得点の匂いしてるけど、フォワードの青木はしてないと。一番問題だよ、そっち。第2の聖地来ました。はい、ということで午後はですね、明日の最終戦に向けて、髪を切りに行きたいと思うんですけれども、1回ですね、エネルギーチャージをします。失礼します。マジで寝た、マジで寝た、マジで寝たわ。ということで、いつもの美容室で、髪切っていこうと思います。いや、どうしようかな。まあ、ある程度長かったらさ、まあ、どうにでもしようあるじゃん。短いともうどうにもしようないからさ、鍵忘れたわ。よいしょ、あったあった。で、なんだっけ、竹島の話じゃなきゃ。いや、絶対日本だよね、日本の領土だよね。じゃあおかしいじゃん、普通に考えて。言いがかりだよ、あんなの。はい、カット終了しました。ちょっとあんま見えないと思うんで、帰ります。それでは畠山選手、入場お願いします。へへ、ヨーヨー、畠山だっせ。アイアイ、マッチェッチェ。明日は最終節、俺はフェードカット。ファンが殺到、相手を圧倒、全うする俺の役割。そして感動的な勝利をするぜ。はい、最終節はフェードカットで、行きたいと思います。いやー、いいっすね、久しぶりのフェードカットですけど、これは明日期待できるんじゃないですか。うん、やっぱ髪型で全然プレー変わってきますから、クリーンシート&アシストありますね、これね。楽しみになってきました。はい、それでは試合前ルーティーンの弥生県に向かっていきたいと思います。最後の弥生県かもしれない、これ。いや、最後やろ。しみじみと感じてね、この、はい、さあ来ました、弥生県。最後ともなればこれエモいですね、なんかもう。いや、エモいよ。いいねー。ベジバースト忘れない、これ。詳細に値する。言うなよ。一番大事なところ。一番大事なところ。一番大事なところ。
きな音楽聴きながらストレッチするのが好き。一番最後まで見てる。多分クーラーマジで見てない。 YouTube 離れがめっちゃ踏んでる俺。 TikTok 見てんの？ケイノスケ勝ってたの？ケイノスケ飯田にめちゃくちゃエグい。いただきます。エグいっす。お前当日に変更可能ですか？いらっしゃい。あー、誰にも見せない涙があった。これ金の明日で最後か。いやー、いろいろありましたね。2年生の頃は、まあ、コロナでリーグ戦も一周しかなくて一瞬で終わっちゃったし、まあ、3年生の時は最初試合出れなくて本当にもがいてたし、まあ、その中でチャンスもらってまたうまくいかなくていろいろね、思い返すことはいっぱいありますね。で、今年ね、正直もっと結果残せると思ってたし、もっと、まあ、個人的にもチーム的にも飛躍できる年なんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ、難しいこともたくさんあって、でもやっぱまあ最後リーグ無敗全勝中の、まあ、衣服とやれることができて、とにかくね、今までやってきた4年間やってきたことを、まあ、出すっていうところと、もうとにかく全力で楽しむっていうゲームを楽しむっていうところ、悔いないようにやりたいと思います。気合入りすぎてね、なんか緊張して変な力入るとやっぱプレー出せないんで、まあそこはまあいい感じにリラックスしながらやると思います。インスタとか、まあ、ツイッターとかでも、まあ、明日ラストだなみたいなつぶやきしたらいろんな応援メッセージいただいて、なんかこうすごい危ない、すっげえ嬉しいんだけど、この高まり方で試合挑むとちょっと危ない気がしてきてるので、まあ冷静に冷静にやりたいと思います。よし、頑張ろう。明日の最後の試合に向けて寝たいと思います。次回の最後の試合の動画ぜひ、お楽しみに。勝って最高の動画にしたいですね。僕の SNS ですね、概要欄の方に貼っておりますので、そちらからフォローの方よろしくお願いいたします。それでは皆さん、いい夢。